塗装してない、処理してない。まあ、よくあるやつね。どうも、ライオンです。さあ、やっていきましょう。模型トーク。この動画は私、ライオンが、プラモデルに関するお話なんかをしていく、まあ、トーク主体の動画になります。絵的に何かがね、起こったりとか、そういうものではあんまりないので、作業しながらとか、移動中とか、耳だけでも楽しめるコンテンツを目指して作っております。これについて話してほしいとか、こんな質問がありますとか、もしあれば、動画のね、ネタにさせていただきますんで、よかったら、動画、コメント欄に書き込んじゃってください。スマホの人は、コメント書き込むところは移動したんでね、注意してね。はい。さ、こんな質問をいただきました。恥ずかしがり屋さんは、まあ、DM でも OK ってことにしてますけども、一応、ちゃんと書いてきてるものしか相手にしません。これこれについてとか。そんなので読みませんのでね。はい。ライオンさん、こんにちは。こんにちは。これ、挨拶から入った方がいいですね。以前、ライオンさんは他人の作品にあれこれと、言うのは良くないといった話をされていましたが、ああ、知ってましたね。昨今、SNS でたびたび炎上する、他人の作品を塗装していない、つなぎ目消しをしていないなどで、誹謗中傷を浴びせる行為、そしてそれが炎上することに関してどう思われますか？また、ライオンさんがそういった言葉を言われたことはありますか？ということで、いただきました。ありがとうございます。ね、結構、以前ね、私のやってる、ゆっくり動画のね、皆さんの作品を、なんか、リアクション撮るみたいな動画にて、褒めしかしないのはなんでですかに関して答えたことに結構似た話になってくると思うんですけれども、答えていきたいと思います。まず、まあ、先に2つ目の質問に、ね、答えておこうと思います。私がそういうあれができてないこれができてないみたいなことでのなんか誹謗中傷みたいなことないです ない、うん、全くない、うん、そういう人のいるところに行かないし、まあ、ありがたいことにそういう人の目につかないところで私の SNS の発言っていうのは流れていってんだろうなっていうふうに思っています。まあでもね、まあこれはじゃあ最初のどう思いますかの質問の方の中身に入っていくんだけれども、とはいえ、ちょっと思い返してみると、生放送とかでプラモデルやってるじゃないですか。すると、まあ、基本的にはそんなのもうパチ組ですよ。パッチ組なんですけど、それに、墨入れもしないんですかとか、これ塗らないんですかとか、ここで完成ですかみたいなこと、ね、コメント来るんですけど、それをあまり悪いようには捉えてないのね。うん、そうだよって、塗らないよ、墨入れ、まあ、気になったら後でするわ、みたいな感じでね、返してるんですけども、まあ、もしかしてだけども、この言われた、ね、人が、こういうことに対しても過剰に反応してるケースとかも、あったりするのかなーっていう、ね、例えばだけど塗らないんですかっていうコメントに対して塗らなきゃダメなのって、塗装もしないのかって言われましたとかってなことになってないかなっていう、うん、もしかしたらその捉え方が極端で大げさにしてしまってるかも説、いやわかんないよ、それはものすごいさらにそこにね付け加えてきつい言葉をツイッターとかでも見たことはあるから、うん、そういうこともあるかもしれないけど、でもまあもしかしたら、向こうはそこまでの悪気がなく言った言葉がなんかその、受け取り方、受け取り損ね方によって刺さっちゃった場合っていう事態もなかないよなっていう、であればその周りのそんなひどい、じゃあ大丈夫ですよと、塗装なんかしなくてもいいですよ、そんなの濡れっていうやつが悪いんですよみたいなことになっちゃう、その周りの言われた人を かばう方の擁護派、が事態をちゃんと分かりもしないのに乗っかってさらに熱を上げちゃうっていうこともないかどうか、まあそうね、ちょっと落ち着いてその状況とかね、なんだろうな、いわゆるまあこんなこと言われたんですよに対して、ああそうか、でも僕は塗らなくてもいいと思うよとか、うん、つなぎ目消しなんてやりたい時にだけやればいいと思うよとかって言ってあげないけど、そんなこと言ったやついんのか、許せん、どうやるだお前か、よくも言ってくれたなみたいなことになると、これまたおかしなことになるし、
でさらにもう一個言うと、まあ、さっき言った実際に SNS なんかでね、もう誰が見てもこれは暴言だわってことを言ってる人います、いますね。でそれに対してこうね、こんなこと言われた、こんなこと言ってるやつがいるぞと、こんなこと言ったら許せみたいになってわーって燃え上がっちゃうのを見ますけども、そのな、そういった発言をしてる人の、まあ、前後とかをちょっと見に行ったりすると、もう明らかに、面白半分でやってんですよ。要はその言われた人の反応で、言われた人の身内の反応みたいなことがもう、プラモデル業界っていうのかな、プラモデルファンクラスターの反応がもうワンパターン化していて、またそれを起こしてやれ、またそれをやってやれっていう風に、我々がね、おもちゃにされてるんだっていうことをね、ちょっとね、認識した方がいいかもしれない。向こうが色塗らないやつはダメだとか、ね、表面処理してないとダメだとか、つなぎ目化粧処理なんかしてないやつはダメだとかって言ってるのは、中身なんか一切なくて、そういう批判をすれば、だってそんなの全然、なんだろう、言い分としては、まあ、一理もないとは言わないけども、その、こっちが好きでやってるものに関して、なんだかんだ言ってるっていう、向こうはもう完全に言い返されたらさらに言い返せないようなことを言ってきてる。うん。戦うって気もないわけよ。ちょっとこんなことでつついたら、あいつらカッカしてこっちにわーって向かって言いに来るぜ。面白いぜってなられてるんで、うん、おもちゃにされてるんで、そこはまあ落ち着いて、ね、そんなのに乗ってやる時間があるんだったら、もう楽しくプランをしてましょう。でもね、なんだろう。その流れとはちょっと、なんだろう、アリュー的な、うん、俺も塗装してないけどね、みたいな、俺もつなぎ目なんか消してないけどね、って言って、もう、その、なんだろう、悲しい接触事故きっかけで、自分たちの塗ってないやつとか、勝ち組の作品をバンバン上げて、見せ出すっていう、変な流れになって盛り上がる。あれを楽しんじゃうってやつ。うん、あのノリはね、結構好き。で、じゃあまあ、本当に、なんだろうな、プラモデルっていうのは、誰しもがちゃんとそういうことをしなきゃいけないみたいなことを思っていて、してない人に対しては、文句の一つも二つもあるんだっていうのが本当にいたとして、それを言っちゃうやつっていうのは本当にね、かわいそうっていうか、お前そんなことを言っちゃって、その先どうすんのって心配になるよね。うん、大丈夫かって。塗装してないなんてダメだとかね、塗装してないものなんか乗せるなとか、つなぎ目を消してないなんてありえないとかって言っちゃったら、そいつはもう一生塗装するしかないわけよ、ね、塗装してないものはダメだとかね、つなぎ目を消してないやつはダメだって言っちゃったそいつはもう一生つなぎ目消すしかないわけよ、うん、基本中身なんかないと思ってるよ、そんな発言に対してね。でも本気で言ってるやつがいたら、要はそういうことじゃん。おお、大丈夫かって思う。うん。まあ、何度も繰り返しなんですけども、プラモデルの知識も技術も、何もかも、ね、その趣味を楽しむこと以外のものに向けられた瞬間に窮屈なものになるから、やめた方がいいよっていうのはすっごいあります。それは自分に対してもね。だから、やっぱり、この作品、このキットに関しては、この辺で手打って次行きたいってなるじゃないですか。ね。じゃあこのキットに関してはこれをやってみようとか、自分の持ってる知識のこの部分を、注ぎ込んでみよう、この部分の技術を駆使して作ってみようとかっていうのをやって、もう全てを余すことなく注ぎ込んでみたいなことって年に1回するかどうか。それよりかはやったことないけども、なんか動画で紹介されてた、なんだろう、ワンポイントテクニックとかを試してみようとか、そっちのなんかね、そういったことの、なんだろう、総合したものっていうのは、いつ作るかわからないにしろ、何か新たなチャレンジで一個一個増やしていって、それだけをするっていうことを繰り返してるのも私好きだったりとかするし、何もかんも、それをやっていかなきゃとかね、塗らなきゃ、処理しなきゃ、汚さなきゃ、ね、ジオラマにしなきゃ、絶対のことないと思うし、うん。それをしなきゃにした瞬間、自分の持ってる知識は全部出さなきゃにした瞬間、もう趣味はプラモデルは窮屈な方になっちゃうと思うんで、うん、その辺調節しながら好きに遊べたらいいし、で繰り返しになりますけども、言ってるやつ中身なんてないからね、閣下したら向こうの思うつぶらし、
こっちが奴らのおもちゃになっちゃうわけだからね、と思ってますね。はい。してあとはまあ、なんか言われてもスルースキル発言とか、もしかしたらそこまで悪いない、もしかしたらっていうかまあ基本中身ないと思って受け流していきましょう。こんなところです。ではまた会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。闇が空を覆う。